静止をノズルパワープロ君ポケット6裏サクセス実況プレイやっていきましょう。とりあえず回復します。やばいんで、気力が相当やばいんで今。じゃあ沙織ちゃん人形と一回過ごしてから、あれ班長じゃないですか。ああゆうきくんか。班長も今日はお休みですか。のゆうきくん、私は仕事を忘れてそのリラックスしたいんだ。ほっといてくれたまえ。まあまあまあ、休日に話しかけるのはね、まあちょっと今日は仕事じゃないからやめてくれみたいな気分にはなるのはわからんでもない。きつい仕事、もうちょっとでペラがカンストかな、報酬が。あれあんた、やばお、ふん、BB 団のところで働いてきた帰りってわけか。そうだよ。果物いるか。あ、くれんの、ありがとう。ただじゃないよ、一つ5ペラ。あ、まあいいでしょう、買います。前借り、じゃあまたな。まあ、気力回復できるのは普通に助かるんで、素直に買ってその分頑張ってお仕事します。今お金48、50がマックスです。これ1回の仕事のマックスが。もう事故りたくねえな、何をしようかな。じゃあもう一回鉱山、せっかくならマックスにしちゃいたいんで。 OK、 これが成功すればマックスです。 OK、 何をしようかな。じゃあ1回そうね、回復してから練習場行こうかな。沙織ちゃん人形2号と過ごす。野球の試合とかで勝ってもペラは今後もらえるので、500貯まったらあとは気にせず練習にしようかな。とりあえず1回仕事すげえ顔してんな、なんか今日は気分が重いな。そうだ、気分転換に泳ぎに行こう。そして天気が良くて気持ちいいな。助けて、誰ん、誰か助けて、インミン溺れてる。あ、インミンが溺れてるぞ、大変だ、助けなきゃ。そしてインミン、もう大丈夫だ、俺に捕まれ。あ、ユウキ、よし、もう少しで浜に上がるぞ、頑張れインミン。ううやっと着いたぞ。大丈夫かインミン。え、息が止まってるぞ、まずい、大変だ、どうしよう、こうなったら、えい、あまあさ、人工呼吸はわかるけど、吸うもわかるよ、息吸ったんでしょ。ブチュにはならなくない、それ人生ゲームのブチュ星人じゃん。ふう、すー、ブチュブチュの時目がやらしかったし。あ、ゆうきくんがインミンに覆いかぶさってチューしてるでやんす、だ大胆でやんす、ゆうきくんやるでやんす。なぜか褒められる俺。まだダメか、くそ、ブチュパチッ、あ、ブチュしてるとこ見られた。あインミン大丈夫か、ゆうき助けてくれたんだ、よかった。また、あ、ゆうきくんが倒れちゃったでやんす、チューのしすぎで呼吸困難になっちゃったんでやんすね、うらやましいでやんす。お、見てねえで、助けろ、おいらもそんな熱いチューをしてみたいでやんす。そしてのインミン、あ、やっと気がついたか、ゆうき大丈夫か。あ、ちょっと息苦しくなっちゃって倒れちゃったみたいだね。とにかくインミンが助かってよかったよ、ありがとうゆうき。ゆうきが助けてくれなかったら私今頃。でもどうしてあんなとこになあんなことになったんだい。インミンは泳ぎは得意だろ。うん、なんか疲れてたみたい、それで急に足がつっちゃって。足つるのって超痛いよね、最近 BB 弾のやつらの態度がひどくなってきてるからな、働かされすぎなんだろうな。それじゃあみんなが心配してるかもしれないから私そろそろ帰るね、ゆうきありがとう。あらー、もう大胆、あ、今度はインミンにチューしてもらったでやんす、これはチューですね、羨ましいでやんす。常に見てたのお前、ずっと見てたのそこで、暇かあいつ、落ちた暇か、だから落ちたっていう名前になってんだよ多分。じゃあこれ2回仕事してそこから練習場行きましょう。もう1回鉱山でお仕事もう1回して、600ペラあればね結構余裕あると思うんで。でさて仕事は終わったし、じゃあランニング、ランニングして、おいみんな聞いてくれ、明日笑顔班の試合だ、30ペラ渡します。しっかりとここはこびていくスタイルで練習場、野球の練習場に来たぞと。できれば仲間評価マックスにしちゃいたいですよね、仲間強くなるんで。そうすると、おゆきまた勝負してみないか。おお、いいよ、じゃあ何で勝負する。お、選ばせてくれる、じゃあパワーで。あー、畜生負けた、あ、俺の大事なペラが、へっへっへ、パワーじゃそうそう負けねえよ、もう A になったからね、パワー。じゃあ練習しておきましょう。 OK、よし、今日は1軍と試合だ。おいゆき、今日はスタメンだぞ。あざーすー、あざーすー、完全に賄賂効果ですね。ちょっとまずくね、やべ1点取られてる。ちょっと待って、海原さん前も戦ったな、フォークとスクリューの人ね。 OK、 よし、
今回振り遅れてない、いいでしょ。いいち、いいち、裏の歩、早いな足。 OK、二塁だ。ああやって早めに振った方が多分と、わーくそー、今チャンスだったっしょ。あ、でもピンチもよく抑えた。いい勝負なんじゃ。うわーやべ、2点目入った。ちょっとこれ2点目はきついな。まあ、なるべく僕が打ってチャンス作っておくしかないっすよね。どうだ、あー、あ、お、オッケーオッケー、落ちた落ちた落ちた。もう一塁いけるか、いけるか、間に合うかそれ。いやー、おー、ナイスナイスナイス。若干送球はそれてましたね。くっそー、せっかく出たのに点にはならずか。誰か僕の前にランナー出てくれたら助かるんだけど。お、中田出てる。今回いけるか、次盗塁かましてみましょうか。あー、ちょっと待って、スローボールだった。普通にタイミング合わなかった。いやー、アウト。くっそー、せっかく走ってくれたのに。よく見て、これだ。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。オッケー、これは2塁いけるっしょ。いけるいける、大丈夫。オッケー、よしよしよし。仲間、お、1点返した1点返した。いいねいいねいいね。ここからランナーをぜひ出しておいてほしい。オッケー、満塁満塁で、西崎さんピッチャー変わってる。球見よう。わお、強い。フォークシンカーシュート、146キロ。1球球見よう。早いね。でも130キロか。あ、ミスった。スローボール今打とうとしたら横それちゃった。ああ、ストレートなのこれ。ここのチャンスはなんとかものにしたいっすよね。ああ、ちょっと待って、やばいやばい、落ちろ落ちろ、いける。オッケー、ナイスナイスナイス、逆転。三塁ランナーいっちゃえ、間に合う。オッケー、一気に3点返した。これ勝ったっしょ、勝ったっしょ。オッケー、1点追加してるし、よしよしよし。もう2軍めっちゃ強い、1軍より強いよ。俺4打数4安打だった。そして3打点を挙げた。大活躍、普通に大活躍。まず個別の評価だ、ゆうき。はい、今日は大活躍だったな。たっぷりボーナスを出そう、あざーす。さて試合の結果だが、お前たち1軍相手によく勝てたな。全員に100ペラだ。よし、こうやってお金も貯まるようになるんですよね、後半は。最近俺たち強いよな。勇気が出るようになってからじゃねえの。勇気くんが来てからチームが活気づいたでやんす。お前ら最初の試合の時のこと忘れてねえからな。俺の所持金全部持ってったあの事件のこと、10日目、覚えとけよ。よし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 。裏野球大会には2軍を使うでやんす。俺、幸せそうの効果のデモンストレーションがメインで、試合の勝ち負けはどうでもいいと。まあ、あの超人チームが相手ではまず勝てないだろうが、そこそこの試合をするだろう。島に入った直後の彼らの運動能力のデータをまとめておいてくれ。試合前に顧客たちに送るんだ。なるほど。あー、試合前に、島に入る前こんなだったのに今こんなになりましたよ。これは全部幸せそうの効果ですよと。しかし2軍連中が試合で全くダメだったらどうします。心配せずとも、あの連中はそれなりに強いぞ。まあね、試合もちゃんと勝ってますからね。やれやれ、島民の村との、あ、これ大事なイベント。この人なんか食パンみたいな顔してるよね。やれやれ、島民の村との道ももう少し整備してほしいものです。ガチャン。あ、瓶を一つ落とした。昨日生成したばかりの幸せそうのエキスと、エキスがとてももったいないですけど、作り直すしかないですね。キュキュキュ、ピチャピチャ。エキスを舐めました。謎の生き物がペロペロ。草は食べないって言ってもエキスならね、舐めちゃうんで。これが重要なイベントに今後なってきます。よしよしよし。あ、渡辺さん。お、ゆうきくん、ちょっと聞いてくれよ。何ですか。いや、いいよ、金返すよ。そんなことよりも、そんなことよりも俺が貸した数々のペラを返してくれ。練習します。よしよし、あとはもうペラを惜しみなく練習にひたすら使っちゃいましょう。ここでお金を出してでも練習しちゃいます。よしよしよし。さてと、練習も私部屋に帰ろうかな。しかしすごく腹が減ったな。おいらも減ったでやんす。でも晩飯まではまだだいぶ時間があるんでやんすね。そうでやんす、海で魚を釣って食べるでやんす。あ、いいね、行こう。そしてうまかったな、いっぱい釣れてラッキーだったでやんすね。あ、よかったね、釣れたんだ。じゃあ、あ、もうちょっと、もう気力別になくても、あ、でも気力あった方がラストのバトルで有利なのか。今日はみんな調子よくて乗ってるでやんす。だからもう一足書いてくれやんす。行きましょう。
ここはお付き合いします。あーやれやれ、まったくあんな作業ばかりマジやってらんねえよ。ここはいいサボり場所だな。だろ、そのうちに村の女でも誘ってくる。なんだ今の、洞窟の奥から聞こえてきたけど。変だな、あんな鳴き声は初めて聞いたぞ。何か住み着いたんじゃないか。おいおい、そりゃ困る。よし追い出そう。遅いな。おい大丈夫か。え、ひ、なんでお前、近寄るんじゃねえ。ギャー、殺されました。凶暴な生き物が住み着きます。練習場。いや、普通にこの島ってさ、命の価値安いよね。割とすぐ死んじゃうよねみんな。恐ろしい島でやんす。じゃあ練習して最終日かな。試合が、私たち2軍が裏野球大会決勝戦、決勝戦だけ出るの。いや決勝戦だけ出るなら普通にさ、なんか予選とかも戦わせてほしかったんだけど。戦いたくね。うむ、その試合に勝てば特別に200ペラを全員にやるぞ。いただきたい、いただきたいですね。しかしその大会は島の外では脱走者が出ないとも限りません。疲れてきてる。わははん、いや、しっけしっけ、逃げ出すやつが出るかもしれんな。なんなら笑顔、お前が逃げ出しても構わんぞ。え、逃げ出していいんですか。え、私は脱走など。そうだろうな、お前は班長という立場を利用し、いろんな手口でペラを稼いできた。今やこの島では収容者でありながら我々と同程度の生活を手に入れている。いや見事なものだ元銀行員。それで日本へ逃げてどうする。女に入れ上げて銀行の金を着服した男にどんな未来が残ってるんだね。ああ、お前の取るべき道はただ一つだ。借金を返して我が組織の一員になれ。別の名前で人生をやり直せる。すげえ力持ってんな。我が BB 団がお前の新しい人生を保証してやる。これまでに島を出た連中も、まあな。ああ仲間になったってこと。うわ、別の選択をした連中は死んだよ。そして、え、プロ野球大会、世界的な大会の決勝戦においらたちが出るんでやんすか。そうだ、しかも勝てば200ペラだぞ。待てよ笑顔班長、そんな大会聞いたこともないぞ。それにどうして決勝戦なんだよ。表サクセスで清香さんがちょっと言ってましたよね。プロ野球大会今年はあるからって。なんで時系列が同じような感じです。そこまでは一軍の連中が勝ち上がっていったからだよ。ますますおかしいじゃないか、どうして決勝戦も一軍でやらないんだ。私らに対外試合をすることで刺激を与えたいんじゃないかな。なんかうさんくさいでやんすね。でも島の外に出るということは脱出のチャンスだよな。確かに。いやでも、いやどうだ、脱走。いや一応考えるだけ考えましょうか。絶対に逃げてやる。じゃあここで練習場練習しておきましょう。いやーどうでしょうね。さてと、練習も私部屋に帰ろうかな。あ、もう一汗かいていきましょう。仲間評価もめっちゃ高い。え、3倍、そんな量を投与したら副作用が。明日の試合は長い間研究してきた幸せそうなデモンストレーションだ。2軍の選手は全員死んだって構わん。恐ろしい。それは団長と所長の許可はもらってるんですよね。当たり前だバカ者。では手配してきます。うわ、本当はわしの独断だがな、最低や。え、脱走でやんすか。し、やめた方がいいでやんすよ。逃げたって借金がなくなるわけじゃないし、二度と元の生活に戻れないでやんす。俺にはやらなきゃいけないことがあるんだ。仕方ないでやんすね。おいらに迷惑がかからない範囲で協力するでやんす。ありがとう。いいやつら。じゃあちょっとそろそろ本番なんで能力だけ上げてきます。だいぶ能力が上がりました。ミートカーソル5のパワー A でパワーヒッターもついてるので、かなり長打を打ちやすくなったんじゃないかなと思います。そしたら残りちょっと犬レベルを上げておきたいので、一回これ犬レベルが2上がる普通の仕事をして。おいユキ、はい、何ですか。どうもグラウンドの状態が悪い。ほう、ちょっと整備をやっておいてくれ。まあ分かりました、犬ですからね僕。まあ俺も使うんだからな、よし頑張るぞっと。まあ犬なんで。そしてあれ、グラウンドが綺麗になってる。ユキくんがやったそうでやんす。おお、オッケーオッケーオッケー。なんかさりげなく仲間評価も上がった、ありがてえ。じゃあもう一回これで、そしたら楽な仕事でいいや、もう十分溜まったんでね。これが50以上ないとちょっとまずいことになるんで、犬レベルが。まあこの後の試合で勝って200ペラ入って876ペラでしょ。で100日目に800ペラ以上の犬レベル50以上だったらクリアできるんですけど、
犬レベル49とか50未満もしくは800ペラ未満の場合はゲームオーバーになってしまうので割とギリギリですね今。